まだ信じられない気分だ。本当にレナのスルドに挑む日が来るなんて。ずいぶん浮かれてるのね。これから命がけの戦いだというのに。そりゃもちろん不安はあるさ。だけど俺たちダナがやっと掴んだ望みだからな。そういうシオンは不安はないのか。私はそんなものを感じてる暇はないの。これは最初の一歩でしかないんだから。5人のスルド全員を倒すか。壮大すぎて実感湧かないな。でもやるのよ。分かってるさ。そういう約束だしな。本当に分かってるといいんだけど、負けたら死ぬより辛いことになるかもしれないのよ。そうかもしれないが、どうせなら負けた時の心配より負けないためにどうするかを考える方が良くないか。それはそうだけど、やる以上は勝つために全力でやる。そこは信じてくれ。リエザの城はこの先の上層ね。よし、昇降機とやらへ向かおう。正面から敵を引きつけているはずだ。回り込んで潜入しましょう。
私の代わりらしいな。落ちたら一巻の終わりだ。俺たちも急ごう。待って。どうした？炎の剣を預ける。いいのか？ええ。この先は何があるか分からない。いざ必要になった時に間に合わないなんて事態は避けるべきよ。マスターコアから精霊力を送るのを止めただけ。剣は預けるけど、力を発揮するのは私が必要。忘れないことに。近かったか。慣れてないの。誰かにそばに立たれるのが。イバラのせいか。意外と優しいんだな。はあ？違うのか。イバラで人を傷つけないよって。分かったようなことを言わないで。何も知らないくせに。何も知らないって、それはそうだけど、そんな言い方しなくたっていいだろ。それが無神経だって言うのよ。な、悪かった。ただいろいろ大変なんだなって。俺はその痛みがわからないから。悪気がなかったのは分かったわ。上の階に鋭な間がある。リエゾはおそらくそこよ。ねえ。ね、なんだ。思うことがあるならはっきり言ってもらいたいわ。え？内心で笑われるのは不愉快よ。特にあなたは表情がわからないし。笑う？何の話をしてるんだ一体。服の話よ。ファガン遺跡で見るなり何か言いたげだったじゃない。ああ、あ、いや、 あれは何。何でもない。失礼な七人ね。失礼って勝手に勘ぐっておいて、その言い草はないだろう。だったら何を考えていたのか言いなさい。別にけなすようなことは考えてない。
信用できないわ。だったら俺が何を言ったって同じじゃないか。城内にもまだ。
兵士が残っているな。それでも少ない方よ。陽動がうまくいっているみたいね。無事でいてくれ。じけづいたの？違う。炎の剣のことを考えていたんだ。あれを握ると妙に胸がざわつく。レナのマスターコアから生まれた剣に頼るのが不満？そういうんじゃないんだ。ただなんだろう、あの剣は強すぎる気がする。何を気にしているのか知らないけど、そのおかげで鋭に挑めることを忘れないでほしいわね。言われなくてもそれくらい分かってる。だといいか。とはいえ長く使えばそれだけ自分も焼かれる。治癒術が間に合わなければ危険なことになる。諸刃の剣には違いないわ。痛みを感じないからって気をつけなさい。心配してくれてるのか。いいこと。あなたには全ての鋭を倒す役目がある。こんなところで倒れられては困るの。それだけよ。火の精霊力を集めてるだけ。ひどいのか。感じないんだったわね。羨ましい話だ。もっと力が必要ね。
襲われている。助けないと。何をしてたんだ。働かされてたのよ。外の力仕事が無理な奴隷は城の中でレナ人の世話をさせられる。知らなかったの。急にレナ兵たちが怒り出したんでみんな逃げ出したんだ。でも僕だけ見つかっちゃって。とにかくここにいては危ないわ。また装甲兵に見つかる前に早いところ逃げなさい。うん、助けてくれてありがとう。そうだ、これあげる。触らないで。ごめんなさい、僕ただお前が悪いんじゃないんだ。これくれるのか。うん、ここの昇降機の鍵役に立つ。ああ、すごく助かる。さ、もう行くんだな。気をつけるんだぞ。奴隷に触られたくなくて怒鳴ったんじゃない。違うか。時間が惜しいわ。行きましょう。この調子で行きましょう。なんだこれ。あ、これが修霊機よ。ダナの精霊力を集める装置。俺たちから奪った精霊力か。くそ。どこもかしこも岩と火ばかりで外と大して変わらないんだな。レナの城というから、なんていうか、もっとこう洗練されてるかと思ってたのに。皮肉のつもり？レナがみんなこんなのだとは思わないでもらいたいわね。じゃあなんでなんだ。大方あの男、ビエゾの趣味とかそんなところでしょうね。粗暴で品性のかけらもない。おまけに自分のことを本名でなくあだ名で呼ばせるような男よ。
あの男の下に付かされた者たちには同情するわ。そうか。何？いや、俺たちを虐げる連中のことだ。全員そんなものなんだろうと思い込んでいた。でも言われてみればシオンのようなレナもいるし、一口にレナと言ってもいろいろいるんだなって。私をどんなレナだと思ってるのか知らないけど、慣れ合うつもりはないわ。分かってる。俺だって別に友達になろうって言ってるわけじゃないさ。力の差も測れなかった。片付いたのね。行きましょう。ああ、問題ない。戦いの最中に時々シオンが放り投げてるのは何なんだ？何って、爆弾よ。爆弾って岩を吹っ飛ばしたりするときに使うあれか？けど火じゃないものも飛び出したりしてなかったか？もちろんただの爆弾じゃないわ。精霊力が充填された特別性よ。じゃあ自分で投げた爆弾を銃で撃ったりもするのは？あれは工夫。別の精霊力を込めた弾で効果を変えてるの。いつ爆発するか、どんな効果なのか、相手は予測しにくくなるから。強力な爆弾を使う上に強力な治癒術も使う。考えてみると正反対の組み合わせだな。安心しなさい。万が一爆発に巻き込まれても生きている限りは精霊術で治してあげるから。せいぜい死なないように気をつけるよ。ここにもフクロウ。意外といるもんだな。この調子で行きましょう。これは？
調子で行きましょう。明らかに他と違うな。片付いたわね。行きましょう。ああ、問題ない。なあ、あの昇降機。ええ、あの派手な鍵が役に立ってくれそうだ。この調子で行きましょう。ここは他と作りが違うな。この先にビエゾがいるはずよ。通りで。よし、行くぞ。セルド・ビエゾか！ふん、他のネズミどもの騒ぎに乗じて2匹ここまで入り込んできよったか。ひまいましい。だが我がマスター・コアを届けに来た試みは褒めてやる。本気でお前に返すとでも？まさかよ。だがそんなことはどうでもいいのだ。ど
ちらにせよ貴様らはここで死ぬのだからな。浅知恵を後悔せい。死ねえ。呼び戻すわ。レイズデッド。負けるものか。炎よ巻き込め。はい、おらマグナレイ水の力で。いい加減にしろ。地球の地球だ。やっと打ち込め。ファーストインだ。今だ。くらえ。マグナレイ水の力やれるわ。私に任せて。ごめん。治癒の強い引きった。やらせじゃ。そこなんて打ち込む。決めてやる。マグナレイ流星陣セミナーやつを引きった。今だ。はい、終わりだ。お礼ごときがマグナレイやっと打ち込む。水の力流星陣いたぞ。恐竜と倒れろ。バーンストライク。くらえ。マジンセン。恐竜と炎よ巻き込め。くらえ。マグナレイ水の力で傷を治す。削られる。なんて威力だ。でも空中では隙だらけよ。奴が飛んだら撃ち落とすわ。わかった、頼む。水の力で、今だ。これでいける。やれるわ。私に任せて。どこだ。傷を治すわ。マジンケン。力を借りる。これで終わりだ。
奴隷から逃げるのか。いい気になるな。ここなら存分に暴れられる。次は仮面で済むと思うな。黙りなさい。化け物は邪魔ねえ。俺がやってみる。いける。来い。倒れろ。本当にやるなんて。今のうちにピエト決めてやる。魔人剣昇竜卒。やっちまらなんぞ。いけ。マグナレイ上げろ。逃さない。よし。火の精霊ですよ。ドクラッストライク。魔人剣どう。炎よ。これでいける。ごめん。治癒の術よ。ファーストインクI'm gonna go!
お前を倒す。これで終わりだ。同じレナの貴様がそうまでして同胞に牙を剥く。力ある者が上に立つのがレナの流儀だが、ダナと組む貴様のそれは裏切りだ。なぜだ、なぜ同胞に仇をなす裏切り者は。この精霊力の化け物、どうしたら。精霊力だ。もしかしたら。壁は壊せるんだ。鉄仮面、あなた顔が違う。思い出したんだ、名前。
炎。炎が見える。俺は、アルフェン殿。なぜ？怒りに任せて敵を倒した。だが、この怒りはどこから？それに、裏側にぴったりと張り付くようなためらい。俺を呼ぶ悲しげな声。俺は誰なんだ。ここはようやく起きたか。一週間そんなに眠っていたのか。俺は、まあそうだ。俺たちが駆けつけた時、お前は半分消し済みになりかけていたんだ。シオンに感謝するんだな。シオンが直してくれたのか。スルドはまだ4人いる。ここで死なれては困るというだけよ。戦いはどうなったんだ。この1週間でレナの抵抗も降伏するか多量に逃げるかしてだいぶ下火になった。カラグリアは解放された。お前がスルド・ビエゾを倒したおかげだ。改めて礼を言う。よくやってくれた。俺はただ必死で。鉄仮面改めアルフェンか。半分だが顔も取り戻したわけだ。で、何者だったんだ、お前は。俺は、わからない。思い出したんじゃないのか。そうか。無理に焦ることはない。名前が思い出せたんだ。残りもいずれ戻るだろう。これからどうなるんだ。やることはいくらでもある。解放したといっても俺たちには何もない。何もかも一から始めなきゃならん。だがまずは自分がどれだけのことを成し遂げたのか知るといい。炎の門に行ってその先に広がる世界を見てこい。大勢のダナ人が夢見ながら叶わなかった光景だ。炎の門、ついていくわ。また怪我でもされたら迷惑だから。勝手にしろ。視線を感じろ。誰かが助けを求めているんじゃないか。困っ
ている人はいないか。何にでも首を突っ込まないで。この一品、重心の位置が絶妙だな。炎の剣の力は期待以上ね、うん、あれだけ強ければもはや属性の相性も問題にならない。問答無用でねじ伏せる圧倒的な力だわ。炎の門の時みたいな芸当は期待しないでくれ。あれは修霊機の化け物の力があったからできたんだ。それでもビエゾは倒せたわ。なら他のスルドにも通用するはず。十分よ。どのみちこれ以上強力だとあなたの体が持たない。ビエゾを倒した後のことを忘れたの？シオンは怖くないのか？あれほどの力を振るうことが。いいこと。力は可能性よ。みすみすその可能性を捨てるつもり？分かったよ。切り札なのは確かだしな。自分が消し積みにならない程度にせいぜい暴れてやるさ。何かあったんだろうか？何？シオン、なんで人を遠ざけようとするんだ？いつも理由をつけて人の言葉を遮るだろう。さっきだってティルザの感謝を素直に受け取ればよかったじゃないか。利害が一致しているからであって善意でやってると思われては困るもの。私は早く全てのスルドを倒したいだけ。そう、それもだ。スルドを倒したい。初めこそ疑いもしたが、今はその言葉に嘘偽りはないと思ってる。それでもお前はダナを助けるのに時間を割いてくれたじゃないか。それも必要であったり巻き込まれただけよ。ビエゾの城で子供を助けたあの時もか。あれは明らかにお前からだった。俺だって体だけでなく心も助けられているんだ。たとえ俺に痛みがなくたって、炎の剣を使うことで死ぬかもしれない。そこに恐れがないわけじゃないんだ。でもシオンがいつだってそばで治癒してくれる。だからこそ俺はこの剣を震えるんだ。
を詰め寄るならイバラが行くわよ。褒めてるんだぞ。そうなの？もう何なの？シオン、イバラが出てるぞ。もう話は終わったから。そうとにかくマスターコアを持っていたのがシオンでよかったよ。本当にありがとうな。さあ見に行こう、炎の門を。まったく、心臓に悪いわ。みんな笑ったり楽しそうに喋ってる。俺たち本当に勝ったんだな。シオンが直してく、うん、いいな。わかった。うん。何？そうね。うん。そうね。うん。火には慣れているつもりだが。うん。よし。
行くぞ。野宿は嫌なの？これでどうだ？よし！うん。素材が違えば出来上がる武器も変わるか。それぞれの特性を生かして作るんだな。さ気を急ぎましょう。そういえば俺の剣は何でできているんだろう。どんな素材と相性がいいかな。爪か牙か。まるで聞いていないわね。よし、行くぞ。レナ兵や手下のズーグルが見当たらないな。ばかりだ。大方指揮官であるスルドを失って逃げ出したってとこでしょうね。
あの時修霊機から現れた炎の怪物、そして炎の剣に宿った力、あれはこの国のダナの人々を使って集められた精霊力だったんだろう。そういうことになるでしょう。大勢のダナ人がそのために命を落とした。でもその彼らの作り出した力がビエゾと壁を打ち倒した。なあ、あの時の精霊力はどうなったんだ。精霊力は世界を巡る、拡散してまたこの世界に帰ったはずよ。ならレナが集めた精霊力はどこに行くんだ。王を決めたその後はダナに戻すわけじゃないんだろ。ダナには教えられないのか、なぜスルドを倒そうとしているのかも。そういうあなたはどうなの。あの炎の剣、あの剣の力は私が持つ火のマスターコアの精霊力。それは間違いないけど、それがなぜあんな形で権限したのかがわからない。なぜあんなことができるの。知るもんか。言っただろ、記憶がないって。わかったよ。別にお互い信用したわけじゃ。あの子はまだ目を覚まさないのか。まだよ。怪我は大したことなかったけど、相当消耗して衰弱してる。薬はないのか。それがここのとこの騒ぎの連続でなけなしの在庫が降って。そうか。他に薬を扱っていそうな。そうだ、毒。毒ってあなたの面倒を見てたって人？ああ、今もモスガルにいる。彼ならもしかしたら。ならお願いできる？私はここを留守にできないし。わかった、任せてくれ。まさか壁の向こう側から誰か来るなんてな。何者なんだろうあの子は。そんなに驚くような話じゃないでしょう。カラグリアの外にだって国はあるんだから。レナ人にとっちゃそうかもしれないけどな、俺たちはずっと壁の中に閉じ込められてきたんだ。壁の向こうにも世界が広がってるって理屈じゃ分かっていても実感なんてなかった。水を差すようで悪いけど、その外の世界にも支配しているスルドがいることを忘れないで。ああ、分かってるさ。あの子が何か訳ありだってこともな。それでも壁の向こうには確かに世界があった。分かってもらえないだろうが、それだけでも俺は嬉しいんだ。慣れているつもりだが。
静かだ。もう誰も無知になれない。殺されない。はい、やあドク。ん？お前さんは。俺だよ、鉄仮面だ。もっとも今はアルフェンだけどな。名前を思い出したんだ。アルフェン、確かスルドを倒したのがそんな名前の。それじゃあカラグリアを解放した英雄は鉄仮面、お前だったのか。いやはや、アルフェンだよ。それに俺一人でやったわけじゃないさ。だとしても大したもんだ。おまけにそんな顔をしとったとは。そちらはレナ人か。知っているのか。お前のことと一緒で噂程度にはな。半信半疑だったが、これも本当だったわけだ。ドク、彼女は。ありがとうよ。レナに礼を言う。レナに言ったわけじゃない、あんたに言ったんだ。私は私の都合でそうしただけよ。もちろんそうだろうと。だがそれであんたがしたことが変わるわけでもない。お前さんたちはスルドを倒し、その結果わしらは解放された。それは事実だ。ありがとう。礼を言うのはわしの方だ。いくら感謝してもしきれるもんじゃない。それでわざわざ世間話をしにこの年寄りのとこに寄り道したわけでもなかろう。ああ相談があるんだ。ひどく衰弱している女の子がいるんだ。薬を探しているんだが心当たりはないか。うん、衰弱となると需要競争の類か。わしの手元にある薬草程度じゃダメだろうな。そうだ、キルド駐屯地は漁ってみたか。いや、ここへ来るのに通り過ぎはしたが。レナ兵が逃げ出してすっかりもぬけの殻だそうだ。もしかしたら連中が残したのがあるかもしれん。わかった、行ってみる。キルド駐屯地、確か線路脇に建物があったな。手早くお願いするわ。嬉しそうね。俺が？そうだな、そうかもしれない。よく知ってる人から感謝されてやっと実感が湧いた気がする。あの老人も変わってるわ。ドクが？そうかも。そうよ、私に礼を言うだなんて。あの年まで虐げられ続けてきたはずなのに、もうレナにへつらう必要もなくなったの。へつらったんじゃない。それにレナじゃなくてシオンに言うんだって言ってたじゃないか。それが変わってるって言うのよ。石でも投げられたらよかったのか。そうじゃないわ、ただ理解できないって。目的地に着いたわよ。